ジャバンは、ブラジルの歌手。本名ディーナ・ボン・サン・カエターノ・ビナ。娘、フラビア・バージニア、息子マックス・ビナと、ジューオ・ビナがいる。三人ともミュージシャンとして活動している。ブラジル北東部アラゴアス州の首都マセオの貧しい家庭に生まれる。独学でギターを習得したジャバンはビートルズのポール・マッカートニーに憧れ、地元でバンド活動を始める。18歳の時にグラプルズ・ド・ルス・ソン・デュアメン社を結成。この時の彼は主にビートルズの曲を演奏していた。1973年23歳の時に音楽業界で自分を試すべく、リオデジャネイロに移住し、現地のナイトクラブNo.1と706で歌い始める。いくつかのフェスティバルに出場する中、1975年にフェスティバルアベルトゥーラにて彼のフォトコンソマドが2位を受賞し、伝説的プロデューサーアルイーズ・デ・オリベイラによるアルバム制作が始まる。これが、その後、偉大なアーティストとなっていく。ジャバンの最初の一歩となる1976年、アルバム、Aボス、オービオロン、Aムジカでディーナ・ボンを発表。このアルバムの収録曲、フロールデリズは、彼の記録的なヒット曲の一つとなる。1978年には、EMIオデオン社にて、有望新人とされる。シンガー、そしてソングライターとしてその才能に、大きな注目が集まったのは、1978年に EMI ブラジルからリリースしたアルバムディーナ・ボンの中のアリバイという曲が女性歌手マリア・ベターニアに取り上げられ、彼女のアルバムアリバイが空前の大ヒットを記録したことに始まる。そして彼の曲はガルコスタら多くの人気シンガーたちに競って歌われるようになる。EMI よりアルンブロメントゥー、セデューシアとヒットアルバムを発表後、1982年 CBS と契約、アメリカに進出。同年、LA にて、ルスを録音。スティービー・ワンダーのほか、ロニー・フォスター、ヒューバート・ローズらアメリカ音楽界のポップスとジャズ、フュージョン界の人気アーティストたちが参加。洗練されたサウンドと、ジャバンの伸びのある、澄んだ高音のボーカルが絶妙にマッチし、世界中で大ヒット。ジャバンはスーパースターの仲間入りを果たす。アルンブロメントゥでのシコブアルキとの共演をきっかけに、1983年にはジャバンが主演、シコが音楽総監督を務める映画、パラ・ビベルーム・グレインジ・アモールが制作される。この映画はブラジル音楽の詩人ビニシウス・ジ・モライスをモデルにした映画である。1984年に再び LA 録音のリーラスをリリース。全米、そしてヨーロッパツアーも行い、本格的に世界マーケットでの成功が始まる。その後も年1枚のペースで世界市場に向けたアルバムを発表。アメリカ音楽界でもマイケル・フランクス、リー・リットナー、マンハッタン・トランスファーなど多くのジャバン信奉者を持つに至る。1986年に初来日する。後年のジャバンはディーナ・ボン・ソングブック収録のインタビューで、日本人はシャイな性格だと聞いていたのだが、ライブが始まったら1曲目から一緒に歌っていて、驚いたと語っている。1987年に、なおエアスールマシュエマールをリリース。その後、再び、ブラジル色を強めたアプローチを行い、次々とアルバムを発表。当時注目の若手であったセルソ・フォンセカラとも共演する。1988年2度目の来日。1993年3度目の来日。1999年には20年を超えたキャリアで初のライブアルバム、青ビーボーを発表。ブラジルでは120万枚という空前の大ヒットとなり、現役アーティストとしての存在感を見せつける。青ビーボーでは息子のマックス・ビナがギタリストとして参加している。1998年レッドホットリスボンのエイズ募金コンピレーションアルバム、オンダソノーラに、デュキールズという曲で参加。2000年に、アセレロが2000年ラテングラミー賞で最優秀、ブラジリアンソングとなる。その後のアルバムは、2001年、ミラグリロ2004年、ベデイド2005年、NA ピスタ2007年、マタイゼス2010年、アリア2012年、ルア・ドス・アモーレス2014年、ルア・ドス・アモーレス・ア・オビーボを発表。2014年には、アリアまでのすべてのアルバムをリマスターした、ブックレット貸付の、会社ディーナ本を発表。フロール・デリスのほか、彼の有名な曲としては、サムライ、メウベンケレール、オシアーノ、セ、ホルトンド・ウム・ペイダソ、エスクイナス、イーユーテ、ディバーロ、セルドなどがある。2015年、ビーダス・プラ・コンタールを発表。2017年、コム・メイ・ニンゲムを発表。2018年、ビスービオを発表。ありがとうございます。